はようございます。アーデントアズでございます。すっかりいい天気になりました。11月10日の第27回を、やりたいと思います。今日は、自慢です。こんなのを買ってしまいました。 MacBook Air ですね。はい、これは後で説明しますけど、2種類あるうちの、でっかい方です。13インチですね。これを買っちゃったのでレポートしようかなと思ってます。まあ、よく出るこういう薄い開けます。今シャットダウンしてるんですけども、起動してみたいと思います。どれぐらいのスピードで起動するんですね。これがスイッチです。こんな感じで起動しまして、これは一番、高いつたって14万円くらいですけども、256GB の SSD モデルです。ちょっとフォーカスが甘いですけど、こんな感じで、ね、起動します。早いですよね、非常に、非常に使い入れのあるパソコンです。まあ、こんな風に持てますので、軽いし薄いし、起動も早いということですね。とても気に入って使ってます。今起動しましたけど、これ終わるのも早くて、はい、で今終わりますかと聞きますね。はい、終わります。こんな感じですね。ハードディスクがないのですごく早いですね。でバッテリーも持ちますので、まあしばらくこれを使ってメインでやろうかなと思ってます。サブではなくてメインでやろうかなと思ってますので、そのあたりをちょっと15分で解説していきたいと思います。ということで、27回の放送はこんな感じですね。で、もともと僕、これを買おうとは全然思ってなかったんですけど、電気屋さんに行って、見てるうちに、これは買わねばという気になってしまって、で、iPad とはどうすんだという話もありますけどね、その辺も含めてお話をしていきたいと思います。まず、製品のラインナップなんですけども、大きく分けて2種類あります。この 11.6 インチ、それから今私がお見せした 13.3 インチですね。これ単純に大きさです。画面の大きさ、それから、筐体の大きさですね。で、値段は4種類あります。一番安いのが88,000円、それから一番高いのが148,800円、私が先ほどお見せしたものですね。で、この差は何かと言いますと、まあもちろんこの筐体の大きさにもよるのですが、それぞれにストレージ、記憶容量の大きさですね。で、これはハードディスクではありませんで、ソリッドステートドライバーでしたか、ドライブですか、いわゆるメモリーですね。メモリーを使ってそこに、ファイルを保存しているわけですが、最も小さいものが 64GB、大きなもので 256GB ですね。で、11と13の間にこの同じ128があるというような構成です。重さは1キロと 1.3 キロ、この重さの違いの主なるものはほとんどバッテリーですね。5時間持つのか7時間持つのか、実際に私使ったところによりますと、まあガンガン使って5時間以上は持ちますね。休んだりしてますとほとんど1日持ってる感じがします。 iPad ほどは持たないかなと思いますけども、今この配信に使っております MacBook Pro はだいたい 3,4 時間ですので、まあ倍近くは持ってるかなという気がします。で、まあどのタイプがおすすめかっていうことはいろいろあると思うんですけども、ここにちょっと書いてますけども、メインのパソコンとして使いたければやはりこの 256GB ぐらいないと私の場合は使えないんですね。今この配信に使ってます MacBook Pro は 500GB に換装してますので、それでも残り50ギガぐらいしかなかったわけで、やっぱり450ぐらい使ってるんですね、僕。まあ、それは過去この20年ぐらいにわたりますパソコン生活のファイルを全部持ち歩いてるということなんで、そういうことをしたければですね、やはりでかい方がいいだろうというふうに思います。MacBook Air ってせっかく薄くて小さくてっていうことなんで、これに外付けのハードディスクを持ち歩くっていうのは、まあ、あんまり意味がないような気がしますので、メインとして使うのであればこの辺は大きい方がいいだろうと思いますし、当然画面が大きい方が作業効率はいいというふうに思います。ただサブとして使う場合ですね、自宅にノートブックとかデスクトップがあって外出するときだけにそれを持っていこうという場合にはもう全然このちっちゃいのでいいと思います。64GB の 11.6 インチ、
88,800円で、まあそういう用途の場合は問題がないというふうに思います。これCPU とかは全部同じですね。ですので性能的なものはほとんど差がないというふうにご理解ください。ということで、まあ用途に応じてどの辺を選ぶかというところですね。ご自身の今、持ち歩いているファイルのサイズを測ってみられて選ばれるといいと思います。ちなみに私の場合は、いろいろ考えたんですが、音楽はすべて写して持ち歩く、ただし写真に関しては、今年1年分ぐらいを残してあと諦めるというふうな切り分けをしまして、残りは全部持って歩くということで、この256すでに、今200ぐらい埋まっておりますが、まあ、また満杯になってくるといろいろ考えたいと思っています。気になる iPad との住み分けですね。これどう考えるかということですね。まあ選択肢としてはこういうものを買ったんで iPad はもういらないから売るという選択もあるかと思うんですが、それは悔しいので考えました。僕のですね、この2週間ぐらいの中での結論は、インプットとアウトプットに分ける。インプットアウトプット、主語は自分の脳みそですね。自分の脳みそに何かの情報を入れるとき、それから自分の脳みそから何かの情報を出すときをそれぞれインプットアウトプットと呼ぶとしますれば、iPad っていうのは非常にインプットに適したものであるというのが昨今の感想です。例えば朝起きてベッドの中で RSS とか Twitter ニュースを見るというときには非常に優れています。また最近流行りの電子書籍を喫茶店や飛行機の中で見るというのにはやはりどう見ても iPad なんですね。画面を顔を目いっぱい近づけることができますし、寝ながらでも操作できると。一枚物ですので場所を選ばないということですね。やはりこれはいろんな意味でインプットに最適化されたデバイスであるというふうに思います。一方の MacBook Air ですが、画面は広いし大きいしいろんなことができるんですけれども、当然寝っ転がって使用するってことは前提ないわけですよね。飛行機の中でも画面にグッと食い入るように近づけに見ると変な人ですしね。そういう意味では非常にインプットには iPad であると。一方のアウトプットですね、何かを物を書くという場合ですけども、iPad の場合はソフトやキーボードついてますけれども、なかなか長文を入力しまくるというところにはやはり向いてないというのが感想です。ちょっとした文章、例えば140文字以下のツイッターあるいはメールの返事っていうのは全然 OK なんですけども、原稿を書くとかね、キーノートを作るということにはやってやれないことはないけど、わざわざやることもないかなという気がします。一方の MacBook Air はもう完璧なパソコンですので、その辺はストレスなく、よっぽど今までよりも早い気がしますね。例えば漢字変換一つにしても、ディスクアクセスがハードディスクじゃありませんので、辞書でいろんな文字を見るときは異常に早いですね。またアウトプットっていうのは時間のかかる作業ですので、どうしてもバッテリーの問題を考えるんですけれども、結構一日持ちますんで、さっと開けてさっと書くという感じにしますといいです。またプレゼンテーションや原稿を書くときっていうのは結構いろんな資料を開くもんですよね。さまざまなウェブサイトを開いたり、自分の書いた例えばエバーノートのメモを見たり、過去に書いた見積もりを参照したり、こういう作業、すなわちマルチタスクに関しては iPad っていうのはほとんど、無理ですので、まあ、仮にできたとしても画面の大きさ等々 CPU の、速さなんていうのを考えますと、これはパソコンの方がいいに決まっとるわけですね。MacBook Air というのはそういう意味で何かを書くということには非常に向いているというふうに思っております。それからプレゼンテーションですね。これもある種のアウトプットなんですけども、ことプレゼンにおいてはディスプレイそのままで行うときはやはり iPad にメリットを感じます。いつも言ってますけども方向性がないであるとか、非常に敷居の低さというものもありますので、少人数でのプレゼンテーションで画面を使って行うときはもう断然 iPad ですね。ところが多人数で液晶プロジェクター等につなぐ場合には iPad もやってやれんことはないのですが、どうもスピード的にアニメーションが遅くなったりとか、望んだ効果が得られなかったりとか、
あるいは複数のプレゼンテーションファイルを持って、それを次から次にリンクさせて立ち上げる。あるいは質問があったときに何かファイルでもってそのお答えを提示する。なんていうときにはもう絶対 MacBook とパソコンの方が向いとるわけですね。ということで、少人数の場合は iPad でのプレゼン、それから大人数の場合はこういったパソコンの方が向いとるという感じがいたします。重たいパソコンを持ち歩いてもいいんですけども、だいたい出先でやりますんで疲れます。で、最後に姿勢ですね。どういう格好で使うかっていうことなんですけども、僕ほとんど iPad っていうのは寝転んで使ってます。椅子に座って iPad を見るなんてことはほぼないです。仮に座っていてもそのままこうソファーにズルズルズルといって、ベッドにズルズルズルとこう横になって見るという感じなんで、だいたいそうですね、飛行機とか電車の中以外では僕 iPad は、リラックスして使ってます。一方の MacBook ですけども、当然これは座って使うように設計されてますので、これ寝転がったりとか、トイレにかけて座るっていうのはあんまり向いてないと思いますので、この辺もやはり住み分けのポイントかなというふうに思います。ということで、iPad も iPad なりのメリットがあり、MacBook も非常にこれは、使えるということで、まあどういう作業が皆さんこの辺でね多いのかなと、インプットが多いのかアウトプットが多いのか、プレゼンテーションどっちが多いのか、どういう姿勢で使いたいのかですね。僕みたいに、全部あるという人は2台持てばいいというですね、むしろ2台買っちゃったんで、全部やりたくなって仕事が増えて、まあ、それはそれでいいのかなという気がしなくもないです。あ、時間だ。使ってみて感想です。まあ軽い、薄い、熱くならないですね。すごく体が楽です。軽いっていうのは移動も楽ですし、膝の上で使っても、足やけどしませんし、薄いっていうのはこうキーボードが薄いので、ノートブックってこう結構分厚いとなんか肩とか首に負担くるんですよね。でも薄いってなんか本当に、外付けの1枚分のキーボードを立ててるような感触です。熱くならないっていうのは非常に大事ですね。夏場は手のひらがやけどします。汗だくになります。それから先ほどお見せしました起動と終了が一瞬というのも、これなかなかいい話で、まあ一日持ち歩いて気が向いたら一瞬なんか仕事をちょっとやろうというには非常に良いと思いますね。と3つ目はあんまり言われてないんですけども、画面の映り込みが抑えられています。ちょっとデモしますけど、例えば、これ MacBook 窓、まあ、結構映り込みしますけどね、一方の iPad どうかっていうと、分かんない、こうやって見るとかなり見えますね。実際はまあこうちょっと分かりづらいですね。はい、実際は結構抑えられてます。こうやって見るとちょっと差がないように見えますけども、自分の顔が映りません。精神的に良いです。それとはい、バッテリーの7時間というのは強力ですね。安心して、つながずに使えます。今までずっとMacBook というのはこうやって電源つなぎっぱなしで使ってたんですけども、まあ、考えてみりゃですね、携帯電話を新コンセントをつなぎっぱなしで使うのかという話ですよね。まあ、そういう意味で言うとバッテリーの7時間というのは、あまりこうコード類をつながずに家の中で仕事しちゃうというには非常にいいです。ディスプレイは私今まで使ってきた 13.3 インチのものと同じなんですけども、画素数が違います。1440ですね、横が。今まで1200だったんで、若干字は小さくなるんですけども慣れます。いろんな仕事を同じ画面で使っている場合にはすごく、効率が上がります。キーボードはフルサイズです。よくあるネットブックみたいに非常に小さなキーボードじゃないので、僕なんか Windows とかパソコンを並べて何台も使うんですけども、そういう時にキーボードのサイズがデスクトップと同じっていうのはすごく楽ですね。それからトラックパッド、マウスの代わりですけども、これはまあ以前からですけども、ほとんどストレスフリーで iPad のようなタッチも使えますので、慣れると超早いですね。性能的には CPU の数字とかはだいぶ落ちてるように見えるんですけども、全く気がつかないというか、かえって早い気がします。まあ、考えてみればですね、メモリ 2GB っていうのは今まで僕 4GB で使ってきたんですけども、
なんで4ギガにするかっていうと、メモリが少ないのにたくさんのアプリケーションを同時起動するとスワップするんですよね。スワップっていうのはこうメモリから起こった部分をハードディスクに一旦収めて必要があればまた出すということなんですけど、これスワップ先がメモリなんですよね。 SSD なんでということなんで、ハードディスクアクセスで困るっていうことがないですね。まあ、考えてみりゃ、258GB のメインメモリみたいな話ですよね。まあ、それはちょっと大げさにしても、あんまりこう数字で追っかけるのは良くないなっていう気がします。あ、これは映り込みの比較です。 iPad、MacBook Air、旧 MacBook Pro、まあ、こうやって見るとね、若干わかると思います。こういう人におすすめということで、まとめになります。パソコンを持ち歩きたい人、持ち歩いてる人、通勤とか出張とか通常の営業ですね、時に、デジタルで何か使いたいという方でも、その中でやはりアウトプットが多いという方ですね。基本的にインプットばかりの方はもう iPad で十分かなという気がします。でもアウトプットする、何か入力することが多いという場合には、こういうのが必要ですね。それからクラウドサービスがやはり使えた方がいいです。ディスクストレージが比較的少ないので、どっかネット上に、サーバーを借りてそこにファイルを置いて、自由に使えると、会社なんかに属してますと、クラウドを使えないケースもあると聞きますので、その辺が使えるっていうのが、条件の一つになると思います。あと3年程度で買い替えを考える人、これなんでかっていうと、分解できない仕様ですね。基本的には、ハードディスクを交換したりメモリを追加したりバッテリーを交換したりなんてことは、まあ力ずくでやれんことはないんですが、メーカーとしては想定してない、買った状態で使ってくれということなんで、だいたい3年ぐらいですね。僕前のも2年ぐらい使ってるんですけども、それぐらいのスパンでもう次のものに買い替えちゃうと、いろいろこう足して足して5年10年使う気はないよっていうぐらいの方がいいと思います。まあ値段的にもそうですよね。8万円とか言ったら、あと当然Windows しか使いたくないっていう人は、まあ、使うことはないです。さまざまな形で、Windows を起動できますので OK なんですけども、まあ、せっかくなんで、Mac 側の例えば Microsoft Office を使うであるとか、そういうふうにもう絶対俺は Windows と心中するんだっていうふうにこだっている方は、まあ、わざわざこれを買わなくてもいいのかなという気はしないでもないです。あとネット環境ですね。これ特に Wi-Fi の環境です。ポートはありませんので、有線 LAN のポートはオプションであるんですけど、基本的には無線で使うものなんで、自宅とか会社で Wi-Fi のネット環境は必須です。あと移動中に DVD を見たいっていう人は、これディスクありません。光ディスクはですので、まあ、外付けで持ち歩くのも手ですけども、まあ、それもあんまり意味がないので、そういう趣味はあまりないよっていう人、そうでない方にはこの iPad がおすすめかもしれませんということでございました。繰り返しますが、これぐらいの値段で、ほぼ在庫はどこでもあるようですので、今買い替えようかなとか買い足そうかなと思っている方には、まあ、僕何の因果関係もありませんが、結構おすすめですということで、時間になりました。今日から東京に参ります。来週いっぱいぐらいようかなと思ってますので、今回あまり予定入れてませんので、東京方面で遊んでくれる方はぜひお声かけください。いろんなおもちゃを持って自慢しに行きたいと思っております。次回東京で予定ないんで、もしか出てくださる方はぜひご連絡をよろしくお願いします。最後に宣伝を一つばかり、こういうオーラルスタジオマンスリーレポートっていうのは昨日届きまして、これデンタルアローっていう会社の小四郎先生が北海道でされてるオーラルスタジオっていう非常にこだわった面白いウェブサイト、歯科向けのウェブサイトがあるんですけども、まあ、そこが月1でこういう紙の媒体を持ったということですね。で、後ろにコラムを書いてくれって言われたんで、この辺に書きました。僕実名でこういうIT ガジェットっていうか、こうおもちゃですよね。機械、こういうものを、こんな風に使ってるよなんてことを書こうと思ってますので、ここでね、ご興味のある方はオーラルスタジオさんにアクセスして、お話をしてみてください。これ臨床家向けなのかな、企業向けでもあるのかな、僕ちょっと詳しくないんですけど、なかなか内容も面白いです。どういう風なメーカーさんの
ものがアクセスがあったかなということでね、私も似たような仕事をしてますので非常に参考になるところですということで、宣伝でございました。では、どうもありがとうございましたということで、また次回、来週、さよなら。